はい、速稼塾の久保です。特別定額給付金のね、一部支給が開始されるんではないかなということで放送をお届けしたんですけども、まあ、5000件に及ぶね反響が早速つきまして、これまだ確定したわけではないですからね、ですんで仮に一部の方に支給されることになっても、ぜひねやっぱりこっちの方が苦しいんだとかね、自分のことはどうなるんだとかではなくて、私の思いとしてはもう支給され始めた、その順番がどうであれ、まあ徐々にね全体に行き渡るってことをやっぱり考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。またねそういうふうにしていただけるように私たちも声を上げていくべきなのかなと思います。まずはこの世帯の方に支給完了したら、こちらの方っていうふうに、まあなるのはねもう仕方がないのかなというところでございます。なんせ我々には決定権がないですから。で、私が思うのは最も強く声を上げた方の部分から反映されるのかなと思うんですよね。まあそうではないかもしれませんけどね。じゃあちょっとコメントを読んでいきましょう。皆さんにもねいろんな気持ちがあると思いますからね、私もいろいろと参考にさせていただきます。はい、まずはですね、花谷アンシテさんですね、変わったハンドルネームですね、母子だけ優遇される、大家族もそれ以上だぞということですね。これはねごもっともなんですよ。でも大家族からやっぱり支給すると今度は母子家庭はどうなるんだって声が出ますので、結局どっからかは不満が来るんですよね。で今度はね全体支給になるとするじゃないですか、一律支給、そしたら生活保護がどうなるんだみたいなことを言う人がいるんで、結局ねなんかその誰に支給されても自分が損するわけじゃないっていうところに立ち返るんではなくて、なんか嫉妬心というか妬みというか国民同士の足の引っ張り合いっていうのがまた始まっちゃうのを、やっぱりね、権力を持ってる方っていうのは狙ってるのかなと思っちゃうところなんですけど、皆さんいかがでしょうか。あとはね、ルーさんですね、医療従事者の方には年内絶対必要です、旅行どころか外食もできない、家族と会うのも我慢している状態です、本当にお願いしますということで、これ本当そうですよね。医療従事者の方、厚生労働大臣ね、自分の所管である医療従事者の方にはなんかね慈悲はないんですかね。ひどい話ですよね。佐藤聡さん、いつもありがとうございます。古い議員らは辞めるべきですと、若い議員らは先頭を切って活躍すべきですねと書いてます。本当その通りで、これねやっぱり選挙に勝つと途端に公約を忘れてしまう、そういうふうなね議員さんが多いのも残念なんですけども、でもそういうのはね私たちが選んでしまったっていうところもあります。世の中には嘘が当たり前のようにあって、詐欺が当たり前のようにありますから、言ったことではなくてやったことに対して私たちは一票を投じるべきではないのかなと思うんですよね。佐藤さんまたありがとうございます。で、Gmail さん、やはりベーシックインカムを導入するしかないでしょう。現行の生活保護制度では本当に必要な人、すべての人が受けられるわけではないですし、現行の生活保護制度では受けたくても受けれない人が多いのですということですね。ベーシックインカムをね、やっぱり本気で導入するべきだと思った方、ぜひ Gmail さんのように、ね、声を上げてください。ベーシックインカムを熱望しているのにもう関わらず運動してないとか声を上げない人が多いと、いつまで経っても絵に描いた餅になってしまいますからね。市長さん、20年以上前のデフレは日本だけ、その間日本は衰退し続け貧困層が拡大したと思う。デフレ脱却する方法を知っていながらやらない、政府政権は国民を騙しています。山本太郎さんだけが本当のこと言ってますねと、山本太郎さんだけが国を動かしてくれたらと望みます。山本太郎さんは弱者も富裕層にも悪いようにはしません。私も同感でございます。秘書さん、いつもありがとうございます。山本太郎さんがね、本当公約素晴らしいですね。れなこさん、おはようございます。医療従事の方が本当に気の毒です。大変な仕事なのに、私もそう思います。ですので医療従事者の方に負担をかけないように、私たちはねせめてね健康でいましょう、元気でいましょう、それが医療従事者の方へ、対する尊重心にもなると思います、で、MM さん、こんな状況で恨める攻撃対象を作らないでほしい、とりあえず一律5万円子供に3万円したらいい、そういう意見もありましたね。そういえばね、その後3月まで保証金と特別定額給付金一律10万を3月までやったらいい、皆さん頑張りましょうって総理大臣が発言したら、みんな一致団結しますよ、それはねそうだと思いますけども、どちらかというと国民が一致団結したら総理が動くのかなと思うんですよね。総理が発言したから、国民が一致団結するっていうのは本当その通り理想なんですけども、やっぱり今はね国民が一致しない限り、国民が妬みとかね、そねみとかね、足の引っ張り合いをしてる限り、なかなかね権力者の方っていうのは下々が争ってるわみたいな感じで通り過ぎちゃうのかなと思っちゃいますね。市長さん、一律100万円支給されたら1年近く生き延びれる人も出てくるはずですね。一律100万円支給を求めたいです。ぜひね運動を起こしてみてください。私一人でできることって限られてるんですよ。で、皆さんいろんなアイデアを出してくださるんですけども、肝心なのはそれを実行することなんですよ。
アイデアを出した方が先頭を切って実行する。これをやったらね、どんなことでも叶うと思います。よろしくお願いします。お、また秘書さんですね。平時に給付金求めるわけじゃないから、緊急時に助けてもらいたいですよと。生活保護は受けたことないので分かりませんが、人から聞いた話ですが少ないみたいですねと。いつの時代の保護基準で支給しているか分かりませんが、今時安すぎますね。しかもそれをさらに少なくするなんてひどい。年金もからくりあるのか、たくさんもらえないようになっているみたいです。自公政権には騙されているとか思えないです。20年以上のデフレにもかかわらず消費税は上がる、重税で生きていくのが大変です。おっしゃる通りでございます。ですんでね、これに我慢することなく、やっぱりね、打ち破っていくために私たちは行動することが大事になってきますよね。宮越さん、個人事業主1000万もう一度お願いしたい。物が売れなくてどうにもならない。そうですね、物が売れなくてどうにもならない。ここはね、まあ自助努力ということで言えば、物を売る時代は終わったのかなっていう考えもあるんで、なんとかね、その、まあ、価値とか情報を売る時代に入ってきたのかなというところもあります。でもやっぱりね、今の時代は特に物が売れにくくなっちゃいましたんで、こういう感染症が流行るとね、ここはちょっとお助け船を出してもらいたいですよね。そのための納税ですから。はい、ブリーズングスプリングさん、久保さんは今時少なくなった新生日本人ですね。まともです。今は 1% もいない。おお、恐縮です。できたら、いや、ぜひともツイッターをやってください。ツイッターやってますよ。今度ね、ツイッターのアカウントを上げておきます。ご活動に新しい展開が始まると思います。時間も手間もかかりません。同志の人物が集まり、学び合えて参考になると思います。私ね、ツイッターはね、10万人ぐらいフォロワーさんがいらっしゃるんですよ。あ、でも一つのアカウントがメインなんですけど、そちらはね、2000人ぐらいですかね。ですんで、まあ一定の発信力あるんですけども、まあ日々ちょっとね、趣味のことしか使ってないんで、YouTube とは使い方がちょっと変わりましたね。まあでも Twitter もしっかり使っていきますので、ご紹介お願いします。トンペイさん、いつもありがとうございます。戦後の財閥解体は結局形ばかり、表向きが向きやきちんと隠れている財閥はまだ良いですが、どうでしょう、麻生財閥はい、麻生さんでしょこれ、ポリポリさん、要するに麻生やら二階やらの高齢者が邪魔です。考えが古い。はい、邪魔だと思います。早くね、追放しましょう。大隅さん、久保さん、僕も生活保護費をもらっていた時期がありますが、平均9万ぐらいですよと。はあ、9万ですか。生活費が6万で家賃が3万ですよ。久保さんが言う通り、15万というのは東京都ではないですか。大都市は生活保護費が高い水準ですよということですね。ああ、生活保護にもばらつきがあるんですね。まあ、どちらにしてもちょっとね、健康で文化的な生活を送るのに10万とか15万ってのはちょっとね、少ないんじゃないかなと私は思いますね。やっぱり健康で文化的な暮らしっていうのは、もうちょっとね、支給金額上げてもらってもいいんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。あ、秘書さん、コメントありがとうございます。9万はひどいですね。地方でも15万じゃ足りないと思います。私がちょっと無駄遣いなのかもしれませんけども、はい、運動ね、どんどん起こしていって、生活保護費もどんどん上げていきましょうよ。大隅さん、久保さん、おはようございます。伊吹文明さんですね。ひた隠ししますね。多分最終決定になってから表に、情報を流す形で特別定額給付金を誰に支給するかですね。僕も京都が長いものですから、いろいろ情報が入ってきますが、僕の予想では国民全員に出る確率は 50% ぐらいかなって言ってますね。五分五分ですか。はい、川島さん、生活保護世帯も出せ、ぜひ声を上げてください。生活保護世帯に、ね、一律支給が10万以降が20万以降が、私は全然妬みませんしね、むしろ出すべきだと思います。めちゃくちゃピンポイントだな、佐藤さん。ピンポイント、あれピンポイントですね。はい、トシさん、障害年金額も増やしてほしい。はい、ぜひね、増やしてもらってください。健康的社会的な生活もできない、困っている国民は一人親だけではない。今学費給食費無料どこまで甘やかすのか、コロナ禍で困っている国民を救うのが政治家の仕事。仕事をやってもらいましょう。でも私たちが声を上げて行動しなければ政治家の皆さんは気づいてくれませんので、その行動はね、すごく大事だと思います。これからも私も YouTube 通じて声を出していきます。キングドルフィンさん、国民に安心感を与える額なら久保さんのおっしゃる通り、一律100万の給付が合理的だと思います。いや、本当100万でもいいと思うんですよ。で、借金がある人は借金を返していただいて、ちょっとね、心のゆとりを持ちたい方はそれでね、贅沢をしていただいて、贅沢ってね、人生の中で何回か必要ですからね。常にしろってわけじゃないですけども、やっぱり心を解放してね、周りの人に優しくしようと思ったら、ちょっとこう金額的なゆとりっていうのは一時的であっても私は必要だと思うんですよ。
ボーナスみたいにね、ぜひ100万円ドーンとねやってもらいたいと思います。としちゃん、一刻も早く決断してドカンと一世帯でも100万円の生活給付金を出してほしい。うん、本当そうですよね。としちゃん、いっぱいありがとうございます。生活保護は昭和36年頃の時給360円での計算。これはちょっと非現実的ですよね。今の価値に換算していただいて、やっぱり30万ぐらいですかね、生活保護で。みんな生活保護を受ければいいんじゃないですかね。私はそう思いますけどね。大隅さん、同感です。憲法では国民は豊かな生活を送って記載されるにもかかわらず、ギリギリの生活しかできない金額の生活保護しかもらえないですよね、と。見直されてないんですね。今から59年前の基準はひどすぎ、政府の人たちも気の毒です。生活保護の方はもうちょっと自由にね、後ろめたくなく受け取っていただいていいと思うんですよ。だから生活保護を叩く一般国民の方もちょっとねやめていただきたいんですよね。生活保護は権利ですから受け取っていいわけですよ。もしね、生活保護の方をもう笑ったりとかね、叩くような気持ちがあるんだったら、別に自分でも生活保護をねぜひ受け取ってくださいよ。そんな悪いもんではないですよ。うん、責めるばかりじゃないと思います。はい、私はそう思います。ヤヤさん、一時給付を配る、笑って年末過ごしたいのに、政府は国民の笑い声は嫌なのかね。12月の給付金20万、来年1月から10万円を毎月配ってよ。コロナ感染者が激増で、減少するまで。はい、国のできることってのは本当にね、お金を配ることぐらいなんですよ。感染症防止に取り組むのは国民一人一人がやってますからね。Gメールさん、確かに現在の生活保護費はかなり古い時代背景しか似合ってないと思います。現在の時代背景にはあってはいないと思います。こちらの動画アップされている方、活動の方頑張ってください。Gメールさん、ありがとうございます。頑張ります。猫の道、旧ソ連じゃあるまいし、自民党内で、派閥闘争をやってるようじゃ情けないですね。アメリカは特に2回目の給付金やって景気の下支えしたのにね、と。日本政府は昔から優柔不断。その通りですよね。ボーナスが出せない会社には平均的な額のボーナスを政府が支給するという保証をつけて、会社の支援を政府が行うべき。うん、そうなると私の会社も助かります。最初からボーナス支給制度がない会社はどうするの。まあこれは臨時給付ですよ。平均的なボーナス分を政府が会社に押し貸しのように押し付けて、社員に渡さなければ会社を潰してくるというマツラなかなかユニークですね。木野正刈さん、生活保護や母子家庭には最低でも特別定額給付金一律で70万は保証するべき。そうですね。お茶の水さん、じゃあ静岡のお茶さん、それだけだったら助かりますね。理想ですよね、と。現実は良くて10万20万、うん、でも10万20万じゃね、ほんとすぐなくなっちゃうんで、桁をもう一つ増やしてほしいですね。うん、ずっとじゃなくてもいいんで、本当に1年間だけでも余裕のある1年が遅れたら、かなり生活立て直せると思うんですよ、どんな方も。じゃないですかね。マスカリさん、政府が国民をある程度コントロールしたいなら、生涯に一度きりの合憲という特別的一律も本当いつもね笑わせていただいております。でも本当にそういう風なねユニークさも大事です。ありがとうございます。ゲーセン勤務さん、低所得者に給付という案があるみたいですが、低所得者の定義が年収300万らしいのですが、仮に非課税の人にと言われても、非課税判定は6月なので、今分かっている非課税の人々の、もともとの非課税の人が多くて、3月以降の減収で非課税に当たる人は少ないと予想されます。なので不公平が出てくるのは間違いないかと思います。年収にしても調べて給付となればかなり時間かかっています。あのね、不公平は何をやっても起きるんですよ。うん、申し訳ないですけどね、不公平は何やっても起きますし、不公平感が出てくるのは間違いないというよりも仕方がないんで、そこはもうね目をつぶって、不公平が出るのを前提で何かねやっていってほしいなと私は思いますよね。で、年収調べにしても時間がかかるってことでしたら、これはね、年収を調べる方法なんていくらでもあるんですよ。納税をした金額の3倍返すみたいなことで言ったら、本当ワンアクションで済みますんでね、そこは行政の方が工夫できると思います。まあ私たちはね、やっぱこう金をくれっていうだけでいいと思うんですよ。ゲーセン勤務本当に20年されてるんですか。お疲れ様でございます。私もゲーセンセンター好きなんですけどね、最近行けてないですね。まさかりさん、メッセージありがとうございます。コメント、生活保護でも60万以上は必要で、収入認定されないようです。前提なら200万円の特別定額金をもらって待った方がいいかもということです。5万10万とかじゃなく、一律で55万、はい、たくさんの金額でまずはね生活に余裕を持たせていただきたいなと思います。秋尾さん、久保さんこんばんは。母子家庭の家庭の人や医療従事者には今年最低上げないといけませんよね。その通りですよね。おちゃんおちゃんもらえないよという方はもらえないかもしれないですね。私はもらえると思いながら活動してますし、仮にもらえなくてもこういうふうにね皆さんと一緒に過ごせたことっていうのは次のアクションに生きると思います。今回もらえなくても
次回のね補正予算なり新しい新年度の予算なりに絶対はね私はねまた食い込んでいきますからね。で少しずつ壁に穴を開けていくってことじゃないといけないと思うんですけどもね。私はね、そう勝手にそれをやらせてもらいますんで、はい、すいません。ようさん、生活保護は地域もよると思うけど、月7万前後。これをだから上げるようにしていきましょうよ。7万じゃやっぱりどうしようもなく少ないと思いますよ。うん、だからこれでやっていくっていうふうに考えるんじゃなくて、なんとか増やしていけないかなっていうふうに協力しましょうよ。元気な吉尾さん、久保さんこんばんは。定額給付金の件とはかけ離れているかもしれませんが、国はいくら国債発行しても財政破綻しないし、ハイパーインフレも皆無だと小泉政権時代に財務省自体が言っています。2002年ですよね。財務省のホームページで今でも見れます。これもね、山本太郎さん言ってますよね。財務省外国格付けなんやらかんやらということでございます。はい、この辺をねよく私も認識しております。いつもね、メッセージありがとうございます。大金さん、明日国会で決まる可能性も一応あり、段階的になる可能性も一応ある。はい、まだ何も決まってないんで、決まったよみたいなことをね言ったりなんだりではないです。やっぱりどういうふうに私たちは活動していけばいいかってことをここで考えていければなと思いますよね。はい、大金さんもありがとうございます。レゴレゴさん、久保さんこんばんは。体が悪くて自分も辛いけど、母子家庭だったらもっと辛いなと思います。だって自分一人でも辛いのに子供がいたらそれだけ苦しいよなと。うん、一律で配ってプラスアルファで弱い人にってなればいいのになと。はい、うん、レゴさん本当にですよ。私も同じように思ってます。5万円ないよりマシだが、ないに等しい額です。最低10万から15万で2回は出してほしい。ぜひね要求を上げていきましょう。まさかりさんもね55万でいいですよね。大金さん、私も言ってます。国民に最低年内30万以上、年明けに30万とかの大胆な給付金を、年内100万とか普通にツイッターにコメントしたり、総理大臣官邸にもコメントしてます。素晴らしい。生活保護が本当に少ないと実際聞きますから間違いない。昔とは変わっているからと書いてくれてますね。本当に全部は読めないですけど、私ね目視してますんでね。はい、緊急事態宣言なんか出たらいろんな業界ダメージになる。本当に日本は持つんでしょうか。うん、大金さん、芸能人の毒舌も限界ある。はい、そうですね。テレビ干されちゃいますしね。中村さん、どうもありがとうございます。生活保護言ってますが、健康で文化的な生活を認めないほど苦しいです。そうでしょ、そうでしょ。辛い体調も良いので短時間の仕事をしてますが、十分な稼ぎではないので大変です。なんとか保護費を増やしてほしいです。増やすためにね、中村さん、なんかやっていきましょうよ。ゆずやさん、実際そうですよねと。うちは夫婦ともともおがざらっていて報告を受けてます。働ける体調でもないのでプラスアルファも望めずに子供がお金がかかります。なんとか切り詰めて生活していますが、切り詰めないといけないっていうのは本当にね健康で文化的じゃないと思いますよ。うん、だからここはね国の落ち度です。最低限以下の生活がやっとで、文化的なことなんて何もできません。たまには美術館に行ってね絵をたしなむとかね、趣味や興味はなくても音楽を聴くとかね、なんかちょっとこう新しい分野のことに耳を傾けたりとか意識を傾けたりとかするっていうのがやっぱり健康で文化的なのかなと思いますしね。パチンコとかをやってる人はね、よく生活保護でパチンコって何やっていう人いますけども、あの生活保護費をもらって毎日パチンコはできませんからね。お金がある時だけしかできないんですよ。だからそこをね毎日やってるかのように言う人ですね。毎日お酒飲んでるかのように言う人いますけども、全然そういうことではないですよね。だから私はね、生活保護の方がお酒を飲んだりギャンブルしたりとか全然 OK だと思うんですよ。ずっとできないですからね。ずっとできてたらギャンブルって勝ってるってことなんで、それは素晴らしいと思いますよ。福本さん、そうですよね。はい、しかし絶対保護費は増えないので、保護費ではなく収入を増やす方向でいくしかない。いや、これはね生活保護費を改善させるように働きかけていきましょうよ。諦めずに。諦めればねもう権力者の思うつぼですからね。最低限の生活を段階的に下げていく日本、その通りです。日本が苦しむのは絶対おかしい。こんばんは、私は生活保護と言いますが、最低限のものが出ておりません。正直苦しいです。でしょ？だから声を上げて変えていきましょうよ。諸々の需要が終わりだと思いますが、国からタダでいただいているお金で苦しいなら生活、生きながらだから感謝しましょう。いや、これはね、よく聞く理論ですけども、ちょっと上げてるからいいでしょうじゃなくって、全く足りないってことを勇気を持って言わないといけないと思うんですよ、私はね。10万15万もらってるからって言ってありがたくそれでへいへいやっていきましょうじゃなくて、もっとよこせって言っていいと思いますよ、大胆に。まあ私は生活保護を受けるつもりはないんで余計言いますけども、生活保護じゃないと生きていけない方がいると思います。その方はね、やっぱりね、たまにはね贅沢をしたりとかね、旅行に行ったり映画を見たり、友達にプレゼントしたりとか、結婚式に招待されてそこでタキシードをね新しくしたりとか、なんか別にそんなに変なことじゃないと思いますけどね。以前コメント読んでいただいたものです。お、川島さん、コメントした次の日から首相官邸にメール毎日、ありがとうございます。全然動いてもらえないようです。はい、全く文化できる生活とは程遠い生活します。今夜もこれからメールします。ありがとうございます。
はい、ということで読み終わったかな。はい、最後ね、藤本さんがあまり根詰めない方がいい、ストレス溜まりますって書いてくれてます。無理のないようにやってくださいね。はい、ということでね、皆さんのコメント読ませていただきましたけども、私がここで言いたいのは、生活保護費っていうのがね、6万とか9万とか15万、これはね、ちょっとね、もう時代遅れなんで、30万から35万に生活保護費を上げてもらいましょう。そうすると、ブラック企業で働いている方はそこをやめてですね、生活保護にすんなりと移れるでしょう。だから、ブラック企業で働くのも生活保護も同じような金額とか、あとね、働いてるよりも生活保護の方が高いってなると、やっぱこう、妬みとか、それから、なんか、ね、対立が生まれるんですよ。そうではなくて、私たち国民はお互い力のない者同士なんですよ。いがみ合ったりとか足を引っ張り合ったりとかマウントし合うんではなくてね、論破し合うんではなくて、やっぱり私たち国民は権力者に向かって強い者に対して立ち向かっていかないといけないんで、やっぱ団結していった方がいいと思うんですよ。だからね、そうやって足を引っ張り合う暇なんてないと思いますよ。うん、それぞれやっぱ意見の違いとか考え方の違いはあるでしょうけども、うん、やっぱり自分の暮らしを豊かにしたい、そしてみんなに豊かに暮らしてほしいっていうことでは多分一致してると思うんですよ、ね、生活保護の人は貧しくて当然だとかね、パチンコなんてすんじゃねえみたいな、そんな考えの人もいますけども、じゃあ生活保護の人が貧しければあなたは幸せなんですかと、あなたはどれだけ得なんですかってことですよ。関係ないでしょ。生活保護の人が贅沢してようが、あなたの贅沢とか不幸には直接は関係ないわけですよ。でそもそも税金で生活保護の費用が出てるわけじゃないですからね。ここが大きな間違いなんですよ。あれは全てですよ、国債ですから。私たちの税金っていうのはそれを分配して皆さんの公共工事とか社会保護費とかに回ってるような形ですけども、全く違いますからね。私たちは別の税金という機能を使うために税金を納めているわけであって、多くの国民が社会生活を送ったりね、いろんな保護を受けたりとか保険とか介護を受けているのは、これはね、財政出動ですから、国債ですからね。これはなかなか分かりにくいと思いますけども、なんと言いますかね、対立することなく妬まずに、なんか国民はね、とりあえず権力者とかお金持ちとか成功者に対して敵対していくわけじゃないんですけども、負けないようにね、力を合わせていきましょう、ね、力を合わせていきましょう。それしかないと思います。以上でございます。